なんかもう逆にでも逆に緊張しちゃって、もう20年来のちょっとオリックスファンで、はい、あ、タキオンという、すみません、はい、お笑い芸人なんですけども、こちらね、はい、伊手前ドッグ、伊手前ドッグ、はい、お店に来ておりまして、はい、ちょっと食べたことあります？伊手前ドッグ。伊手前ドッグはないです。あ、ほんまですか？もうファンの中ではもう全員一人は一回は食べたことあるぐらい。絶対そうだね。うん、これやなって感じっすね。なんか、うん、若干なんていうの、これ冷めてもうまいっていう。8月にね、我々あの那須の陣っていうイベントを、うん、はい、毎年やってますね。那須の陣のスペシャル伊手前ドッグを我々今一生懸命考えてるんですよ。ぜひ一緒に考えていただきたいなって。いいんすかそんなの。ほんまにええのができたら真面目に売ります。いいですか？じゃあほんまに考えたいな。それちょっと考えたいな。確かに嬉しいな。今回メニューの開発担当させていただきます、はい、西谷と申します。西谷さん、はい、西谷さん、はい、これいけるかなっていうメニューをどん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 ちょっと出してみたので、うん、なるほど、はい、今ですね10種類ちょっと考えました。10種類、はい、もうそのうちの1つ、うん、1つを選んでもらおうかな。うん、全部食べていただけますんで。全部全種類。10種類10種類全種類。会議します。会議それいつもそんな感じでやってるんですか？はい、では一つ目、はい、西田さんこちら何でしょう？はい、こちらがですねわさび唐揚げになります。わさび唐揚げ、はい、わさびっていうかこれは、うん、わさびなっていう漬物になるんですけど、これで決めましょう。もううますぎるな。揚げ物なんですけど、うん、なんかちゃんと緑も入ってるし、うん、これなら罪悪感なく食べれるような気がしますね。続いての商品、はい、こちらです。これはやってしまいましたね、はい、上に、うん、わらび餅で下に抹茶のあんこ、はい、思ったより合うな。これは合いそう。これは絶対うまいですよね。あ、これはこれでうまい。めっちゃ美味しいんですけど喉がもうごわごわ詰まりそうになる。あ、なるほど、確かに。青のりをかけすぎた焼きそばです。いや緑にするためにあえていったんですか？うん、今もう青のりついてるかなんかもう気が気じゃないんです。滑りたくない、あんまり口読みしたくない。うん、あ、でもなんか味いるかもしれないですね。ごめん、マヨネーズとか。胡椒と戦ってる感じですかね。うん、なんか食べてみるか。いや、うめえな。ナイターに食べたくなるかってなるとちょっと朝ごはんテイストが強いんで、そのままでもまあお出汁というかね、スープの感じが効いてる感じがしますね。実は合うんやっていう。うんうん、はい、では続いてバジルチキンです。これはうまいやろうやな。で、ただもう男性は大喜びやけど、え、でも鶏肉なんで、ね、そのままで食べたがり感じですよね。うん、なんか塩気が効いててめっちゃ合いますね。うんうん、なるほどね。マジで美味しい。ヘルシーで、うん、で、もうこれは正直間違いないと思います。はい、はい、こちらです。はい、ブロッコリーです。あ、もうないで、ないで、もうこれはないで。緑やん。ええわけない。緑やん。ええわけないやろ、これ。緑が、緑やから。全然。優しくしてあげて。いや、これは何ふざけてる。あ、私タルタルがいいです。タルタルが、はい、ケチャップ一口食べたけど、うん、絶対なんかつけた方がいい。だから言ってるって言ってるやん、俺。だからいや、これ食べた人にしか分からん、これ。食べんでもなんとなく分かったって。ほら、またやってるやん。はい、最後ね、はい、最後じゃなくて、これそのキュウリの一本漬けです。聞かんでも分かる。お漬物なんすか？漬物します。漬物なんすか、これ。あの、手間かかってます。もうほんまに俺ほんま お腹具合的にもこれ食わんでええんちゃうかなと思って。別に
めっちゃしぶき飛んだわ今キュウリの最悪やろ俺し隣の知らん人のさプシッてきたらこっからですよ大事なのは、ね、はいはい、こっから決めていきますから、はい、もうお得感で言ったらじゃあ唐揚げわさびかもしれないです私は、うんうん、うん、俺的にはチキンステーキの方があの多分唐揚げが多分俺年齢的にもちょっとずつちょっと重くなってきてるっていうのもあるんですけど、まあでも唐揚げは間違いないもんな。チキンステーキとバジルソースが一番美味しかったです。多数決でいきますか。決まっちゃうんがちょっと怖いな。じゃあまず、唐揚げわさびを押される方どうぞ。いい方ですね。はい。はい、うん、あ、うん、どこかね、はい、はい。残るチキンステーキとバジルソースがいいと思われる方どうぞ挙手をお願いいたします。はい、はい。はい。はい。結果は私が決めたみたいなことになってます。今順番がそうしたんだよチキンステーキとバジルソースに決定ということで、はい、ありがとうございました。実はあとその一商品オリエモンサワーというオリジナルチューハイを販売してるんですけど、特別メニューとして、はい、出してみて、緑色とか緑をイメージしたこの、まあ、5種類、これが通常のオリエモンなんですけど、酸っぱいね、酸っぱいね、うん、まあそうですね、一本ちょっと、うん、色は飲みやすいですね。ちょっと抵抗ある時ある。甘くていいやったら絶対これです、うん、こっち行ってもいいかなっていう。お二人に決めていただいたエメラルドパイン決定でございます、はい、ありがとうございます。8月ね、あの京セラドームでね、はい、あの夏のにございますね、はい、ぜひこれユニフォーム着てこれを食べて応援してください、応援してください、はい。